教える義理はない。お前たちには関係ないことだ。待ってくれ。俺たちは仲間を助けたい。知ってることを教えてくれ。また仲間か。戯れるなら力をつけてからにしろ。今のお前は弱い。他人を気にする前に、ひたすら一人で己の力を磨け。それが強くなる唯一の道だ。それは違うと思う。強くなる方法はそれだけじゃないはずだ。仲間と一緒に強くなる方法だってきっとある。ぬるいな。このタイミングで私たちに姿を見せた理由は何？思い上がるな。群れなければ何もできないお前たちに興味などない。群れと仲間は違うわ。あなたにはわからないでしょうけどね。ああ、わからんな。貴様は仲間とやらとじゃれ合ったまま、あいつともども沈んでいけ。そ、あいつ？それって五木のこと？どうして五木を気にかけるの？アニソンですって？マジかよ。ここで歌を歌えってのか？この歌を知ってそうな人は。緊急時でも放映やめないくらいアニメと演歌と旅番組に気合い入れてるからな、大東テレビ。けどこの和風ステージでアニソンってどうする？歌といえばキリアさんか翼ちゃんだけど。私は知らないわ、この歌は。あ、でもこのアニメバリーさんが限定版ボックスを手に入れたとか言ってたような。歌うんだトーマ。
ディアマジョイロハとマスカレーダーは同じ日曜朝の番組だろ。いける。え、なんでそんなこと知ってんだよ。いや俺も知ってるけど、こっちのアニメは見たことないんだよ。歌を覚えるしかないか。一度戻ろう。ここには歌のプロが二人もいる。きっと大丈夫だよ。新しいレディパフォーマこれ。それじゃあユニティ行くよ。やったね。え、それじゃあ、ユニティス。やったわ、大成功。次は。これだ。さすがバリーさん、主題歌 CD もある。早速聴いてみようぜ。1, 2, 3, 4 空回りばかり。
キリアさん、歌ってください。この声、すごく可愛い。キリアさん？え？あ、なんでもないから。待って、イツキ。私が歌うわ。私に歌わせて。よっしゃ、ブルームパレスに行きましょう。パフォーマーが輝くキリアさんなら怖いものなしっす。私に完成の二文字はないわ。何のこと？とにかくこれで歌のお題をクリアするから大東テレビに向かいましょう。私の出番ね。任せて。
どうや。いや、おいしい。悪くない歌だったわ。さあ、行きましょう。楽勝だな。いけるわ。落ちろ。やった。フォローミー。いけるわね。まだまだ。いいぜいいぜ。その調子だよ。他の技の方が良さそうよ。他の技の方が良さそうよ。あとはお願い。私の出番ね。余裕余裕。オッケー。はあ、狙い通り。ライブスタート。いけるわね。ああ頼んだ。ナイスコンビネーション。翼ちゃん頑張っ。任せて。さあ私たちの勝ちだね。余裕余裕。この力受け取って、翼。いいこと。Yeah.